どうもボスマックスのカナヤンです。ボスマックス正義です。お願いします。さあスタートデッキ対戦第5戦目ということで、第5戦目のカードが私カナヤンがオリックスバファローズ、私が東京ヤクルトスワローズでやっていきたいと思うんですけれども、はい、もうね僕負けれないんです。まあそうだよね、勝ちです。監督がそんな感じないよ。俺勝ちです。小林 P 助っ人であと一緒だしてくれませんか。いきましょう。ありがとうございます。なるほど、じゃあそしたらこっちもね、熟練の牧田 D。 いやでもな、どのを食らってるからな勝てるぞ。いやでも牧田 D にやってもらおうと思います。牧田 D お願いします。待ってましたそれが言っていいですか。今日は信じてますということで、じゃあやっていきましょう、はい、レッツゴー。最初はグーじゃんけんぽい。よし、お、高校でよっしゃ。じゃあ、最初の手札ですね、はい、こちらは宮城選手6枚、小川選手はでも7枚。じゃあ、手札の入れ替え先行からですね、はい、じゃあ4枚だいぶしてましたね。そして4枚を引きます。じゃあこちらは3でいきます。じゃあ出させていただきまして、いきましょう。プレイボール、プレイボール。ここまではいいですよね。じゃあここから最初はサンタナ選手ですね。1枚置きます。1枚効果持ってるんですけど、ビハインド値じゃないと使えないんでノー効果ですミートで、ミートでいきますよ。ミートワッチ、こちら勝負師、おお、ミートの9です。こちらはそのまま6ですが、宮城選手の効果でサポートエリアのカードの枚数、ダイソーマイナス1できるので、じゃあダイソーマイナス1で、マイナス1で、でも2枚置いたらマイナス2なんですか。そうです、2枚置いたらマイナス2です。強っ。じゃあミートで振らせていただきます。あ、来た。あ、じゃあ出た出た、コネリキ、ナイスコネリキ。使い手の問題、8、おお、10、引く1で9ですね。ミートなんでタンダですね。はい、おしおし、前回よりはもう前回前回超え、前回超え、ここは1かな。ここはちょっと節約していきたいんで1で、はい、山田哲人選手能力持ってるんですけどビハインド値なので先行関係ございません。何やってんすか。2枚で強振で、強振は山田哲人選手と勝負し、これはだからあんま関係なかったんですけど、覚醒で10。私は内部警戒なので6のままの1枚なのでダイスマイナス1と基礎能力があるんですよね。基礎能力で強振プラス1があるんで打ち消されてプラスマイナス0です。おっしょおっしょおっしょ、今日のダイスはいける。マキさんにもうお願い、ここで、うわよし、ツーベース、10だからやばい、ツーベースでサンタナ選手さすが、はい、ピンチですね。え、宮城こんな打たれることある。そうっすね、ここ難しいな、ピンチですね。1枚で、1枚、はい、ここはあえての1枚で強振で、強振います。はい、強振の7です。私は覚醒で12です。はいはい、じゃあ7と12でアウトですね。はい、じゃあ1枚アウトエリアに置きます。まあまあまあ、オッケーオッケー、覚醒されちゃったら、ね、いや、いいっす、いいっす。で、続きまして4番まさき孝太郎選手、ピンチなんですけどしっかり抑えていきたいですね。2枚置きます。よし、普通に考えたらもちろん引かせたくないから勝負師があると、わせといてない顔をしてるそうなんですよ。ここはその上を越えていく前が、お、ミートで、はい、もう山からの勝負師すべて裏目好きもしないわけです、はい、じゃあレストエリアの方に D、はい、5の1ですね。よっしゃ、アウトです。これが小林 P ですよ。こんな綺麗に当てる、むっちゃ表でしたよ。ありがてえ。じゃあ2枚置きます。ここは逆に僕がねニートで打ちたいと思ってるはずなんで、は絶対欲しいと思ってるはずだから、そこの裏書きます。結構攻めますね今日。はい、強振で2たす2で9です。9、こちらは若月選手能力で強振を守れて8の、まあ、ちょっとミートバッティングでね枚数を置くために置いてます。つまり打てましたということですね。はい、打てます。マイナス2、マイナス2です。え、強振する、強振だけど、はい、マイナス2、ミルで放てばいいだけですから。ほんと信じていいですね今日。任せていきますよ。さあ来い。お、どうだ、702は5、いやありがたい。アウトエリアに置かせてもらいますね。でかいっすよ、この1枚置いて、でも、今日の D はなんか期待できるかも。じゃあ1番バッター、ピッチャー出て、はい、1番バッターの宮城強い。で、引きます。1枚、まあ、手札がもう、ね、少ないようですね。確かに我々今回結構ね、確かに2人とも結構、まあここしかないかな。1枚で強振と押してと、うわ、じゃあ宗選手を勝負しで、はい、じゃあやって、じゃあそのまま前になりますので GO です。さすがマキャディ。まあまあこっからっすよ。こちらはですね守備の能力を持ってるんですけども、攻撃も基礎能力で強振判定プラス1持ってるので、まあ、強振得意なバッターですね。一番好きな選手なんで。あ、そうなんですか。じゃあ打たせてくれますよね。いやだ、一番警戒してる彼の力を。なるほど。だけど1枚、
箱私も1枚の強心で強心で、はい、お、じゃあこちらがアタックポイントプラスで7です。で、外野警戒なんで強心の11です。素晴らしい、素晴らしい。2枚やってたのでかいっすね。次3番のドング選手ですね。2枚引きます。1枚で。ここで相手が覚醒をしてしっかり抑えてくるとしたら、まあ12ポイントというところと、そこは超えておきたいですよね。ただ無理する場面でもないのも確か。そうですね、もうツーアウトランナーなしですからね。1枚で1本狙い、強振で。強振で、はい、ミートで6のままです。はい、こちら覚醒で10なので最高振ります。強振はどういうプライチ派で、こちらはねプラス1ありますので、よしよしよし、はい、そんな簡単に。ダイスロールがどうだ。おっと、7のプラス1の8。やばい、危ない。ツーアウトから1点取ったらでかいですから、ここ勝負ですよ。ここ大事ですね。よし、さあここ、いや手札がねお互い少ないんですよ。そう、ここ結構ね正直いい確率で抑えれるとは思うんだけど、1枚、ここね点が絶対に欲しいんですよ。2枚で強振です。強振で、はい、内野の警戒でございます。まあまあまあいいですよ。12ですので、いや4球は打ちます。 OK です、 OK です。ここはもう祈るしかない。やばい、おー、来い、いけちゃう、頼む。11ホームラン、ホームラン D、 信じてた、炸裂、信じてましたよ。使えない手札増えた今。いや、それ、いや、めちゃくちゃいい。2アウトから2点、これありがたいっすよ。 T、タイム、タイム、初回でピッチャーを交代させていただきます。うわ、もう引きずる、もう行くんすね。小川選手に代わりまして清水さん、3枚引きます。おお、3枚大きいんで、はい、枚、ここは無理せずの1枚で強振でいいでしょう。強振で、はいはいはい、またホームラン1本欲しいんでね。両方ミートです。はい、はい、じゃあこちら D、 覚醒で10ありますので、サイコロ振ります。よし、いや怖え、でももうサイコロ、もう一発やめてくれ。もう一発ありますよ。はい、どうだ、7ダンダですね。いやー、抑えらんない。次のバッターですね、西野選手。でカード1枚引きます。西野選手ミートの判定プラス2持ってます。あ、2強い、2持ってるの。ミートでもしっかり2塁打を狙える選手です。いや、いいでしょう。はい、1枚、うん、横に伏せた、横に伏せた、横に伏せた、一瞬横に、ちょっと待って、そういう所作で揺さぶってる。私1枚で、まあ、2アウトなんで、まあ、強振でいいでしょう。強振で、はい、まあまあ強振。私フルスイングフルスイング、え、ブルースイング、強振で来ると思ったんで、はいはい、だからサイコロです。まあサイコロでね、もちろん持ってる。あー、なるほどね。じゃあサイコロ振ります。ここにやること、ここに伏せて、祈るしかないんだよ。いや、まあこちらもね、西野選手打ってくれ。お、9、9なので、2塁打。よし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 、もう1点取れたら相当でかいっすよこれ。で、1枚引きます。1枚でいきましょう。1枚、そしたら私の方は1枚でミート、ミート、はい、ます。どうだ、8です。あ、こちらミートの7です。おー、やっとアウトと。やっと終わった、やっと終わった、これです、ね、はい、じゃ小川選手を戻して、で、これでなくなったんで、この時点で山札、はい、シャッフルし、でも相手に手札を減らしつつ、このビハインドデッキで、あ、ビハインドの状況を作り出して、ね、ビハインドね。で、じゃあこうしっかりと守っていきたいです。宮城選手はすごい強いんだよな。1枚で、はい、私くん2枚いきます。はい、で、ミートで、はい、いきましょう。うわー、15ミートです。こちらは宮城選手1枚なので12で、15対12ですね。いや、およし、マイナス1です。はい、ミートだから、ミートだから絶対頼みますよ。まあ、とりあえずまずルイン出る。これは別にそんなに、本当にこれはマジでマジマジ、はい、すんなりで打ちます。はい、よし、はいはい、6足す4、9なんで、タンダですね。タンダ、おー、ナイスナイスナイス。13の13です。当たりだよ。5、3、よっしゃ、はい、強振で10です。ミートだったので6のまま、よし、うん、だから打てましたね。はい、5、よっしゃ、よし、また5、OK、OK、1枚で、ね、よし、ここが勝負だった。なんでかっていうと、もうすぐ山札なくなりそうです。そうなんです。だから宮城選手が戻る前に蹴りをつけたいんでございますよ。はい、2枚でいきます。2枚だ、2枚、どちらで、2枚でミートで、ミートで、はい、ミートで、はい、4連続覚醒です。素晴らしい。じゃあ私は強振だったので6のままで打てましたね。1点マイナス1ですね。ミート、はい、まあ、ここで打ちますよ。44の8引くなんでタンダですね、はい、で、ここで、あ、ビハインド、ビハインドで強いドミンゴ・サンタナ選手の登場でございます。そうします。まあでも相手もね、ただまあドローしてないんで、この回はね、そう、宮城選手勝負しても宮城もいない。先に能力を説明させてもらうと、はい、ビハインド時で打撃判定を行うとき、ダイスプラス2です。おー、つまり相手が2枚伏せてきたとしても、私は1枚で行くしかなく、はい、強振で。強振、はい、お、覚醒してる。5連続覚醒です。10。私は佐野選手2枚置いていたので、12です。よし、詰まるところ、これはアウトです。あ、おー、おー、じゃあ、なるほど。クリアで。やつした。いや、覚醒ちょっとした。2階の、これが。2階の裏です。裏ですよね。じゃあ、カード、ます。
1枚伏せましょう。はい、1枚伏せます。ミートで打ちます。はい、外野系か。じゃあミートで7になってますので打ちます。よしよしよし。でミートの反転プラス1持ってるんで2塁打を期待して引きます。いい勝負。危ない。7ターンダです。ターンダミートで、ミートで、はい、8です。私ミートの10です。あ、じゃあこちらは私強い DP。 はい、私も1枚でミートで、ミートミートでいきますね。8です。ミートなんですけど8です。お、じゃあ最後の振ります。振れますね。よし、進めましょう。ランナーをドドンと。はい、6ターンダです。危ねえ。繋いで繋いでで、ちょっと待って、確かにこれ手札増やせないじゃん。だって先行っすもんね。そうです。1枚で、1枚で、私も1枚でミート。勝負し8で、8で、はい、打ちます。あれ打たれてますね、だいぶ。それぐらい素晴らしい選手だ。もう憧れちゃってるじゃないですか。お、タンダですね。タンダか。まあ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 、満塁のチャンスです。ワンアウト、ワンアウト。よしよしよし。いや、いろいろできますよ、これで。一発欲しいんで、強振で打ちます。強振で、こちらが7です。強振の8です。うわ、抑えた。うわ、負けた。ナイス、ナイス守備。はい、切り替えましょう。さっきホームラン打った中川選手ですね。中川選手ですね。はい、1枚でいきましょう。強振で、強振で、ほい。自分もけど、ハリハリのパワーが出るので、アウトです。よしよしよし。じゃあ3アウトですと。オッケー。どうしようもなかったですもんね。どうしようもなかったです。じゃあいきます。さあ、ここなんです。じゃあ相手2人ピッチャーいますもんね。だけど、変えれないんですよ、そんな簡単には。宮城選手は、ただ今2点差ですから。手札、相手は4枚持っていると。ビハインド時なので、今 AP プラス1されてます。まあ、6です。お、じゃあ私は2枚置きます。いや、ここで釣られて、私も2枚でっていうのは浅いです。浅いですね、信じていいんですよね。1枚です。俺何回も裏切れてますよ、今。強振です。強振で、はい、強振の11です。私は外野警戒と外野手の中川選手なので、7プラスして13です。アウトですね。はい、アウトです。もう全部なんですよ。で、ここでちょっと悲しいお知らせがございます。ビハインド時ならという効果持った選手、終わりました。もう、なんだ、もういいニュースもございます。あるんですか。小林選手、もう引いたカード伏せてるじゃん。確かに、もう1枚しかない。つまり、全然これがチンプンカップになる可能性もあるんです。はい、なので、強振で、強振で、はい、2でしか増えないけど、7頼む、変なの来い。勝負しー。どうし、おい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 。なんで、まあ触れますと。はい、ここはまず簡単にツーベース打ちます。はい、はい、ピンタロー。はい、ありがとうございます。アウトもらいます。もうダメだ。スタートも行きます。もうピンゾロじゃん。ピンゾロでマイナス1だよ。もうやだ。まだほら、小林が引いたのただ伏せるだけ。タイム使います。使われてるじゃないですか。宮城選手、まあ、ここまで良くない。いや、もうナイスピッチングすぎる。ワンポイントで山崎選手をこれ一回投入します。じゃあ中継ぎの効果で2枚いってます。これが世に言う山崎ミラー。いや、あんま聞いたことないですけどね、その言葉。しかも違いますしね。私は2枚マジで抑えに行きます。マジで2試合通して1点も取れてないですよ。そう、多分2戦連続完封負けの可能性。2戦連続言わせておけ。なぜかずっと余裕そうなんだよな。1枚ですね。1枚。いや、まあ最終回ですから、はい、とりあえずちょっと賑やかしの2枚いってみましょう。賑やかします。ミートでいきます。ミートで賑やかしの内野警戒と本当に賑やかしミートバッティングです。こちらミート2枚で9だったんですけども、ミートの9です。よし、わー、打った。最高の同時ですね。そして私を散々苦しめたダイスマイナスございません。あ、そうだ。もうだから、これ簡単にヒットですよ。はい、危ねえ。よし、はいはい、9いいっすね。これで私は3位。よし、はい、まあ、そうなんですよ。抑えで平野選手、よし、出していきます。じゃあ抑えのプラス2ありますので、カード2枚引きます。手札増えたな。さあ、あと1人。私は2枚でも、もう先に謝っとく、はい、相手が覚醒してたら、はい、もうごめん、はい、もうだってどうしないもん、もう無理、許せ、はい、強振でございます。強振で、はい、勝負しない、いや、ない、やめてくれ、勝負しない、やめてくれ、プラス2の12で、勝負しやめてくれ、覚醒プラス強振のサポートで16です。正当で、アウト、アウトです。じゃあ3アウト目がここに置かれて、ゲームセット。さあ、ということで小林 P の勝利で2勝2敗1分けという激アツな展開になってまいりましたよ。これ D って僕の助っ人ですか。本当に助っ人じゃなかった。助っ人なんですよね。ずっと小林 P が上手にいたので、1枚ずっと。もう6戦目はもう絶対僕やります。もうそれは僕も絶対もう譲らない。勝ちに行きますから、はい、いや本当に、いやマジ絶対勝ちます、はい、次の対戦が私が福岡ソフトバンクホークス、私が読売ジャイアンツということで、次回もやっていきましょう、はい、今回使用したスタートデッキは4月の20日発売になります。
ぜひ買ってみてください。よろしくね。よろしくお願いします。じゃあ3アウト目がここにおきます。セーフセーフ。よいしょ。強いわ。じゃないですよ。2000年のカップ負けなんですよ。いや強い。